スパーズ、フラムに何もできずボコボコにされる。プレミアリーグ第29節、フラム VS トッテナムにて。スパーズさん草、フラム元はアーセナルで固めてスパーズにボコすためにプレミア戦ってるやん。知らないうちにスパーズが悲惨なことになってる。スパーズさんへ今日彼女とデートなのに僕の機嫌はとても悪いです。どうしてくれるんですか？どこが優勝するかスパーズにかかってるみたいなツイート見たけどどこにも勝てないと思うんだ。なおドラグシンはスタメンに抜擢、ロメロとセンターバックコンビを組んだ。ドラグシンを左センターバックで使うならアンカー1枚でのビルドアップは無理なんやろな。今みたいに中盤2人でのビルドアップやないとボール回らんもんな。ベリナーとブレナンの決定力に左足が使えないドラグシン、この先どうなるかな。左足全く使い物にならんのに左でセンターバックやらせたらそやらこうなるやろ。受けても動かんし、ドラグシンかわいそう。新速ポステコには腹が立つ。解任しろこのクソ無能白髪ハゲ。ほんとお前ら結果論ばっかで嫌気がさすわ。ポステコはずっとこういうサッカーしてただろ。サポーターならうまくいかない日も支えてやれよ。金カスパーズありがとうございます。ポステコもほんと体型デブにしたコンテだね。呆れるわ。6位ユナイテッドとの勝ち点差は6に、 CL 圏争いは僅差になってきた。スパーズこんな感じだし、ユナイテッドも CL 圏まだありそうだな。死ぬほど譲り合いする未来が見える。リラ CL とかいう最悪のパターンにさせんためにもスパーズ頑張れよ。スパーズ厳しいかな。そん頑張れ。 CL 出ようぜ。結局スパーズはスパーズ。